今日の道内は札幌で最高気温 7.6 度と3月下旬並み、道南の松前町では 11.9 度と1月として観測史上1位の暖かさとなりました。道南の七飯町では真冬のアクティビティとして人気のワカサギ釣りに変化が。この暖かさで腕まくりをしながら釣りを楽しむ人の姿も見えます。備えしてきた。そうですね、してきたんですけど今日暑かったです。予想に反して、はい、これを着てたんですけど暑いんで脱ぎました。はい、すっごいあったかいんで、本当はなんか帽子とか手袋も持ってきてって言ってたんですけど、全然いらないです。手袋もいらない。上着も手袋も脱いで楽しんだワカサギ釣り、寒さを覚悟していた人にとっては嬉しい誤算となりました。一方、札幌中心部は大通公園です。現在時間は10時23分、気温はですね、8度になっております。午前中から気温が上昇、札幌市内中心部では上着を脱ぐ人も多く見られました。上着着なくて大丈夫かなと思って。いや大丈夫です。いや会社すぐそこなんで、これで十分かなと。十分かな。はい、中にヒートテックとか着てるだけで結構むしろ暑いですね今。脱ぎたいぐらいの暑さですね今。そして韓国からの観光客は、なぜ上着を脱いでいるんですか。따뜻해서벗고있습니다。はいはい、なるほど。はい、寒くないですか。ないお、寒くない。はい。さらに札幌中心部の住宅街では、今何やられてるのかなと。ここお水通してここ転んじゃうから、取れるだけ取っちゃいたいと思いました。氷割りって春先とかじゃないですか、やるのって。また明日明後日から来るっていうんで、少しでもちょっとどけておいた方がいいかなと思って。こちらの蕎麦屋ではこの時期鍋焼きうどんなど温かい食べ物が人気なんですが、今日はなんで冷たいお蕎麦頼まれました。冷たい、いや今日ちょっと温かいんじゃないちょっと温かかったらちょっと冷たいのが今日いいかなと思って。ああ、ここはいつも醤油ラーメンの。あ、醤油ラーメン。ここですか、冷たいお蕎麦の。そうですね、今日は冷たいお蕎麦がでもいいかなって感じ。例年から比べるとやはり冷たいお蕎麦はちょっと多いかもしれませんね。冷たいお蕎麦の方が配達はしやすいので。さらに気温が上昇してこんな食べ物まで人気に。パフェ食べられてましたよね。外が暖かいから、冷たいものが食べたいなって。はい。どうですか、実際食べてみて。美味しかったです。暑い。暑いです、暑い。あったかい日の方がやっぱ冷たいもの食べると美味しいので。今日は早い時期にお客さんがちょっと増えてるかなと思います。はい、2時3時ぐらいになるともうちょっと増えてくるかなとは思います。そして道外からの観光客までも。どうですか、東京から来て。思ったほど寒くないなっていうのが今日は第一印象でしたね。今はパフェ食べられてます。はい、今日は暖かかったんでちょうどよかったです。冷たいね。今週前半に積雪が133センチまで達した札幌南区、住宅街には大きな雪山が残っています。湿ったら重くなるでしょ。この間あれ12月に雨降ったでしょ。あれの時は大変だったわ。重たくて閉まると重くなるから、ちょっとでもね上の方だけ。お手伝いしたんですか。さっきしました。たくさんしました。70センチぐらい積もって、はい、大変でした。今日はなんか暖かくなるみたいですけど、どうですか。ちょっと動きやすいですね、暖かくて。一人だけジャンパー着てないですけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ、暖かくなるので大丈夫です。取材中にも屋根から落雪が。
札幌や小樽など雪が多かった地域では落雪事故の恐れがあり注意が必要です。